毎朝ここに注目です来年のアメリカ大統領選挙で帰り咲きを狙うトランプ前大統領が再び起訴されたことで選挙戦にはどんな影響があるのでしょうか高橋祐介解説委員に聞きますおはようございますおはようございますあのニュースでもお伝えしていますがトランプ氏南部フロリダ州の裁判所に出廷しましたね まあ在場認否でトランプ氏は無罪を主張して全面的に争う構えを見せました、まあ、裁判所の周辺にはトランプさんの支持者ら500人ほどが集まったそうなんですが大きな混乱は伝えられていませんでこの後トランプ氏は東部ニュージャージー州にある自らが所有するゴルフリゾートで記者会見を開く運びになっています起訴状によりますとトランプ氏は大統領を退任した際 本来国立公文書館に保管が義務付けられたはずの機密文書を持ち出し返還の求めにすぐには応じませんでしたで FBI が去年8月トランプ氏の邸宅を捜索したところ倉庫やトイレシャワー室などから大量の機密文書が見つかり中には箱が崩れて床に散乱した文書もあったということですでそのためトランプ氏は公文書の適切な管理を怠り 一部の文書を機密情報を扱う資格を持たない出版関係者らに見せたり当局に嘘をついてはどうかと弁護士に相談したり捜査を妨害したなどとしてスパイ防止法違反など37の罪に問われているんですトランプ氏は以前にも起訴されていますけれども今回は何が違うんでしょうか。 今年3月トランプ氏はかつて不倫関係にあった女性らへの口止め料の支払いを隠蔽するためビジネス記録を改ざんしたなどとして起訴されましたこちらの初公判は来年3月に予定されていますあのケースはニューヨーク州法に基づく裁判で仮に有罪になっても罰金刑という見方が多いのに対し今回は政権から独立した権限を持つ特別検察官が任命され 連邦法に基づいて起訴されたのが特徴で、まあ、有罪になったら禁錮20年以上になる可能性もありますで、ただ今回の起訴について世論の見方は割れています最新の世論調査では起訴は妥当だとする人は大体48%でした で党派別に見ると民主党支持層の多くはトランプ氏は重大な罪を犯したと疑っているのに対し共和党支持層の多くは起訴は政治的な動機に基づくものだと見ているのが特徴ですあそうした世論は選挙戦にはどのよううに影響ししてくるんでしょうか共和党内で大統領候補の指名を争うライバルのフロリダ州のデサンティス知事は今回の起訴は民主党政権による司法の武器化だとして 起訴されたトランプ氏よりも司法省の対応を強く批判しています今支持率トップを走るトランプ氏にとって今回の起訴は党内の支持固めには追い風になりそうです一方民主党の大統領候補は今のところバイデン大統領の指名獲得が有力視されていますトランプ氏とバイデン氏の再対決となった場合無党派層の動向が勝敗の鍵を握ります 世論調査では無党派層の57%は今回、トランプ氏は故意に違法行為をしたとして厳しい見方をしていますので来年の11月の本選挙では裁判の行方次第でトランプ氏に逆風が吹く可能性もありそうですただ、裁判はかなりの長期化が予想されています。 選挙妨害にならないよう日程が限られる上、機密情報を扱う手続きに時間もかかるからです。氷結はひょっとして来年の大統領選挙の後になるかもしれません。はい、毎朝ここに注目。高橋祐介解説委員に聞き。